皆さん、こんばんは。今日は2023年7月15日土曜日です。今日のテーマは中国の戦う狼と言いますが、チンピラ外交ですね。チンピラ外務長官ですが、行方不明となったんですよ。そして、この動画では中国官僚の愛人さん、そして、独裁政権の官僚、 みんなライバルですから潰し合いなんですよ。これについても話をしたいと思います。この人はですね、中国の陳吾さんですね。陳さん。今は話題となっていますが、そして中国の政治体制についても話をしたと思いますが、これがですね、中国の外務省のホームページですね。中国では外交ですね、第2の戦場だと言われていますので、 なので、外務長官の行動ですね、常に公開されています。しかしですね、陳査の行動は6月25日までとなっています。それ以降は内容はないんですね。6月25日ですね、彼は忙しかったです。ベトナムの外務長官と会談しました。それから、スリランカの外務長官と会談しました。そして、ロシアの副外務長官と ししましたつまり彼はですね、6月25日以降、外交活動はなかったんですよ。陳さんですね、の履歴について話をしたいですが、彼の履歴はですね、見て誰でも羨ましいでしょうかと思います。陳さんですね、外務長官、兼国務委員、そして外務省の長であって、それから中国の指導部、李総理の 官僚です。中国の政治体制ですが、李総理ですね。1人です、総理は。それから副総理は4人いています。副総理ですね。それから国務委員ですが、5人しかいません。そのうちの1人は陳さんです。つまり陳さんはですね、党と国家の主要官僚です。陳さんは河北省の出身である57歳です。1988年、 中国の国際関係学院から卒業しました。この学院の政治学科の卒業生ですね。これはですね、中国の外交官の標準学歴です。2011年から2014年、外務省に入って報道官の長官となったんですよ。勤務しました。記者会見でよく出ていました。 2018年から2021年までは外務省の次官でした。日本語ペラペラの奥義の部下でした。2021年7月からアメリカに行って中国の大使として就任しました。しかし12月となって帰ってきました。約半年間ですね。そして自分の上司である奥義ですね。党の外交のトップと昇進しました。陳さんは 外務長官へ昇進しました。アメリカに帰ってきてすぐに昇進しました。そして今年3月ですね、国務委員となったんですよ。チンさんの履歴を見てですね、みんなやはりついているよねと思いますし、習近平に可愛がってもらっているんですよね。そして外務報道官3年間経験して、外務次官となって3年間、大使となって半年間、 外務長官となったんですね。それから3ヶ月後ですね、国務委員となったんですね。なので彼は昇進ですね。飛行機に乗ったではなくて、ロケットに乗ったんですよ。ロケットに乗って昇進したと言われていますが、そして中国のチンピラ外交という言葉ですが、それもチンさんからでした。彼は外務報道官となって、強い発言いっぱいして、 国内の愛国者からたくさんの支持を得ました。そして、習近平に嬉しい言葉ですね、たくさん発明しました。つまり、習近平はですね、すごい彼のことを可愛がっていたんですよ。しかしですが、どうして彼は今となってダメとなってしまったでしょうかあるいは失脚したでしょうか噂ですね。まずは噂について話をしますが、この女性はですね、富さんと言います。富小伝さんですね。 この方は1983年生まれました。重慶の出身です。北京外国語の大学に入って、英語学科と経済学科ですね。両方勉強しました。そして2008年、イギリスのケンブリッジ大学へ入学して、教育学科卒業です。教育について勉強しました。うん、教育の学者ですね。 そして2009年、ロンドンのフェニックスというテレビ局に入社しました。これは死者ですね。記者として活動しました。2012年、香港のフェニックステレビ局の本社に移動してアナウンサーとして活動していました。そして2014年、この香港のフェニックステレビ局には風雲対話ですね。風と雲の対話ですね。 っていう番組ですね。レギュラー番組の担当となって、彼女はアナバンサーとして活躍していました。そして2022年となって、彼女は引退しました。ーさんは引退しました。これがですね、この風ン対話ですね。世界の有名な人、まあ、大体中国人ですね。そして注目されている人ですね、取材して、こういう経歴ですね、宣伝するんですよ。そういった番組ですね。 2022年3月ですが、彼女はアメリカに行ったんですよ。陳さんのことを取材しました。当時ですね、二人は非常に、うん、仲良さそうな雰囲気でしたね。そして女性らしさっていうかね、出たらしいんですよ。この取材が終わって彼女は引退しました。そして2022年9月ですね、アメリカに移民したんですよと自分の SNS に投稿しました。今年3月ですね、彼女は 息子さん生ままれて100日間ですと投稿しました。つまりですね、大体ですが去年の12月に生まれたでしょうかと思います。今年4月ですね、彼女はまた SNS へ投稿しました。内容はですね、去年ロサンゼルスからワシントンへ移動した時は1人でした。小雨降っていました。桜が咲いていたワシントンに到着しました。 その時、最後の取材でした。私の人生は変わりました。テレビ局のライトですね。やはりアナウンサーですから、バイバイしました。今回も同じルートです。でも、息子と一緒に移動しています。今回の目的地は未来です。未来は息子と一緒に暮らしをする。この内容を見てですね、今の状態から見て、陳さんとの関係はやはりあるでしょうかと。 つまり、息子さんは、もしかして、陳さんの息子でしょうか。しかしですが、陳さんはですね、中国の外務長官ですが、陳さん、この SNS のことで注目されたわけではないんですよ。原因を言いますが、流れを言いますが、中国の外務省ですね、欧州連合外務代表であるポレルさんの訪問をキャンセルしたんですよ。本来の予定としては、7月7日、 北京を訪問する予定でした。当時ですね、陳さんと会談すると言ったんですよ。7月7日、記者会見で、欧州側は中国の外務省が帰還するしたんですと発表して、陳さんの健康が原因ですと言いましたが、本当ですかと聞いたんですよ。これに関して、中国の外務報道官は返答しました。でも怪しいんですよ。この情報は知りません。そういうふうに冷たくですね。 ししました。そして7月の10日ですね、香港の新聞社は報道しました。陳さんはコロナに感染した。2週間お休みですと。次の日ですね、7月11日、中国の外務報道官はまた発表しました。陳さんは健康の問題で東南アジア諸国連盟サミットへ参加できません。大きいですね、陳さんの 代わりに参加するよと発表しました。これで中国政府としては、陳さんはやはりコロナに感染したよねと認めたっていうわけなんですね。というふうに理解していました。しかしですね、不思議なのは、陳さんはずっと出てこないんですよ。例えば、もしコロナに感染したとしても、3週間もあればですね、元気になるでしょうかと思いますが。現在ですね、 中国の情報管理、すごい厳しいですが、でも中国の SNS ではですね、陳さんは愛人の問題で責任取れていますよという情報ですね、すごい満員しています。そして愛人さんは、風デンさんですね、風さんです。そして彼女はアメリカに移民して、中国の情報をアメリカの工作員に提供していました。中国政府はそれを調査して、 審査の浮気。自分の隠し方のことをですね、バレました。厳しい政府は徹底的に調べようとなったんです。そういうふうに報道されているんですが。しかしですが、これは違うと私は思いますね。この人はですね、皆さんはまだ覚えていらっしゃるでしょうか。チンピラ外交の代表ですが、張さんです。張ョウさんですね。カンレの奥さんですね。 結構自分の SNS へ投稿するんですよ。やはり自分の旦那さんは引退したので。旦那さんは国内で有名人ですね。国際社会で嫌われているので、やはり有名人です。しかし現在はほぼ引退したんですよ。奥さんはですね、引退してから、奥さんはですね、旦那さんが引退してからある意味引退ですが、SNS の投稿はですね、日常生活ばっかり披露するようになったんですよ。 7月10日の投稿ですが、今日はいい日です。いいですよ。そういうふうに言ったんです。しかしですね、このコメントはやはり内容はですね、短いですが、でも内容は深いです。この日とはですね、7月の10日でしたが、この日はですね、中国の外務省発表しました。陳さんは健康の問題で東南アジア諸国連盟外務長官サミットへの参加はできませんと。 この外務省ですね、発表したのは7月の11日でしたが、奥さんは10日にこの投稿あったんですよ。つまり奥さんはですね、実に知っていました。長さんはですね、実にクズであって、チンピラ外交にしてもすごい活動していました。例えば、コロナはですね、アメリカからですよと、イギリスからですよと、あるいはカナダからですよというふうにたくさん宣伝していました。そして、 挑発もするし、喧嘩を売ることしかしなかったんですよ、実は。しかしですが、このような人はですね、習近平にすごい好かれていたんですが、今年1月となってですね、彼は国境線と海洋部署の時官となったんですよ。この部署はですね、外務省ですが、でもどんな部署でしょうかわかりません。テレビからも消えましたし、全く出てこないんですよ。 その時ですね、陳さんは外務長官となって1ヶ月未満でした。つまり陳さんはですね、外務長官となってライバルである長さんのことを首ではありませんが、国境線までですね、境界線まで移動してもらいました。自分から離れようとします。やはり主要の部署ではありませんので、暇人となってもらいました。 当時ですね、調査のお子さんはタンさんですが、SNS へ投稿しました。内容はですね、使命を果たす、初心を忘れずに、前向きの姿勢で困難と戦うと発表しました。これは結構奥深いですね。困難と戦うんですよ。これでわかるのはですね、調査のお子さんの SNS の参考する価値は一番高いと思います。でもですね、 当然ですが、中国の官僚は愛人います。隠し子ですね、いるだけで、失脚、あるいは調査されることはまずはないんですよ。中国の官僚の世界のルールについて話をします。中国の官僚はですね、問題があって、その問題がバレてしまって、失脚することはまずはないんですね。いくらミスをしてもですね、失脚はありえません。でもですね、 失脚してしまうと問題ですね、たくさん出てきます。つまりですね、官僚の人生が終わり、確実に終わりとなって、今までやってきた問題ですね、ミス、いっぱい出てくるんですよ。官僚のライバルはですね、みんなその人の失脚を見て嬉しいんですよね。喜びます。自分が知ってる情報ですね、全部公開するんですよ。みんなで笑おうねっていう意味です。 これはですね、中国はやはり普通の国ではありませんので、政治体制もですね。普通の国はですね、中国と逆なんですよ。例えば、官僚ですね。あるいは政治家ですね。浮気しました。あるいは賄賂しました。汚職しました。誰々に送金しました。とかとかですね。ななど。それがやってしまって、バレてしまって、死却します。首ですね。やはり投票してくれません。 しかし中国はですね、官僚はいくら汚職しても、賄賂しても、失脚はしません。ただし、失脚してしまったら、今までの賄賂ですね、汚職が全部公開されます。原因はですね、中国の官僚には、まともな奴は一人もいません。習近平も、町の治安の管理人もみんな同じです。 中国政府が汚いから官僚はですね、汚職しないと昇進できません。愛人も遊びをですね、しないと昇進はできません。あるいは賄賂しなければ昇進もできません。官僚になって昇進するために悪いことをですね、しなければ昇進はできません。これはですね、自分の上司に認めてもらうためなんですよ。 悪いことですね。やっていって、証拠をですね、上司に知ってもらうことも大事なんですよ。自分の上司はですね、自分のことを牽制できると、制覇できると思って、上司は安心するんですよ。上司は昇進していくんですね。自分を昇進するんですよ。もし自分はですね、真面目で汚職はしないし、賄賂もしないし、愛人もしないし、 これはですね、普通の国にすれば良い公務員ですね。でも中国にすれば、中国の官僚、上司にすればですね、これはまずは面白くないんですよね。そして逆に怖いんですよ。自分のことをですね、告発する可能性はあるんですよ。やはり安心はできません。もしですね、告発してしまうと、上司もそうですし、自分の部下もですね、全員終わってしまうんですよ。 これで部下はですね、正々堂々と賄賂するし、汚職もするし、例えば、良い KTV ですね、良い遊び所を知って、上司をですね、連れて行ってもらって、楽しんでもらうんですよね。これで上司に認めてもらって、やはりこの部下は自分と同じよねと判断してもらって、上司は安心できます。これで自分も正気できます。このルールをですね、知っていれば、 陳さんはですね、愛人のことで失脚というのはあり得ません。そもそもですね、中国の元副総理でしたが、中国のですね、元テニス選手ですね、テニス選手、ポン・シュアイですね、ポンさんですね、チョウ・コウレイさんですね、中国の元総理、チョウさんですね。やはりタコさん、失礼なこと失礼なことをしましたね。でも今は問題ないんですよ。 チンさんはですね、今の政治の人生は終わりです。彼は失脚したから愛人のことが公開されましたと言います。つまりですね、自分の上司である習近平に捨てられました。そして、部下の張さんですね。部下の張さん、張立憲さんの奥さんは、自分の SNS へ投稿して、今日はいい日よねと、正々堂々と、良い気持ち、笑っている気持ちで投稿できたんですね。 もし逆にですね、陳さんはこれからも活躍します。調査の上司としてこれからも活躍していけば、調査の奥子様はですね、絶対にこのような投稿はしません。ではですね、どうして習近平に捨てられたでしょうかこれはですね、流れがあるんですよ。欧州外務代表、ウレルさんですね、の訪問をキャンセルしたんですよ。これは中国ですね。でもこれは普通ではないですね。 普通であれば、日程の変更です。キャンセルではないんです。ンさんは元気になってから、まだ来てねーとか、7月無理でしたら、8月でもいいですよとか、まだ訪問に来てもいいですが、ンさんは今病気中ですから、ンさんの代わりにですね、担当を出して、階段できる、階段できる代理が登場します。それでもいいでしょうかとか、それでいいんですよ。 しかしですが、中国側は対策を考えずにキャンセルしました。つまりですね、中国は非常に怒っていました。習近平というボスがですね、怒っていたんですよ。原因はですね、欧州理事会会議が終わって、2日間の会議でしたが、対中施策というものを公開しました。中国は友達です。でも競争相手です。でもライバルでもありますよと。つまりですね、 欧州はアメリカと全く同じです。そして最近ですね、ドイツの外務方針も発表されて、内容はほぼ同じです。これはですね、習近平にすれば本当にショックですね。この半年間ですね、欧州に対してたくさん投資しました。たくさん力を入れていました。しかしですが、効果は全くありません。 つまり、習近平にすれば外交の失敗ですね。去年ですね、ペロシー議長さんは台湾を訪問して、米中の関係が悪化しました。それからスパイン気球の問題も出ましたし、中国はですね、アメリカとの関係を改善したくても無理なんですよ。アメリカと対抗して、外交では孤立されました。この状態で、 習近平はですね、アメリカとの外交をやめて、欧州に力を入れていました。特にロシアのことを利用して、欧州のことを牽制できると考えていました。また、欧州はですね、やはり欧州ですから、アメリカにはついていかないでしょうと考えていて、これは利用できますと思ったんですよ。これで、マクの大統領は北京を訪問しました。マクの大統領は、 中国の代理人になってもらって、自主の外交ですと、これは必要ですよと宣伝していました。マクロンさんはですね、習近平のことはすごい指示しました。欧州はアメリカと距離をとって、これはですね、中国にすれば有利ですね。しかしですが、欧州は現在ですね、完全にアメリカに支持するし、アメリカと立場同じですね、アメリカと一緒になって、 中国と対抗するし、つまり依存しないようにしましょうねと。これで習近平にすればやはりショックですね。結果ですが、自分の部下、陳さんは大変です。失脚ですね。今までの中国はですね、陳さんは国家の代表の一員ですから、総書記に嫌われても失脚はないはずですね。ただし、今は違います。習近平は独裁者、あるいは 一人体制ですから、陳さんは独裁者に気に入られて、ロケットに乗って昇進はできました。でも現在ですね、代わりに習近平は一人体制ですから、彼は一気に失脚となったんですよ。去年6月ですね、当時の外交次官、外務次官ですが、楽行清さんですね。楽さん、ロシアの担当でした。彼は失脚して、関東省の 電力局の副局長に降格しました。つまり何を仕事はないんですよ。ラコさんはですね、チェンさんよりも習近平にかされていましたし、やはりロシアの担当でした。原因はですね、ラコさんはロシアの担当をやってきて、ロシア侵攻の判断は間違っていたんですよ。北京のオリンピックがあって、プーチンさんは北京を訪問しました。ラコさんは 本文章ですね。プーチンさんは書いたんですよ。ラコさんは発表しました。中国とロシアの関係は無条件、無制限ですよ。前に進む、終点はないんですよ。ガソリンの給油点はですね、いっぱいあり、どんどん前に進んでいくんですよ。と言いました。つまり、終点はない。車はですね、終点はないんですが、でも給油スポットですね、たくさんあるから、そこで給油して、さらにアクセル全開して、ロシアと一緒に 前に進むということですね。この話はですね、発言されて世界で話題となりました。中国でもやはり大きく報道しました。しかしですが、ロシア進行してから中国はですね、この発言で不利な位位となったんですよ。でも習近平はですね、ロシアが強いよねと、数時間でこの戦いは終わるでしょうか ?2、3日で落ち着いていくでしょうかそういうふうに信じていましたし、 当然ですが、習近平のこのこの判断ですね、やはり間違っていました。結果ですね、習近平はショックを受けて怒って、このラクスさんですね、失脚となったんですよ。アメリカはですね、実に知っていました。原因はですね、財政長官イエレンさんですね、北京を訪問する直前に、アメリカにいる中国の大使さん、シャさんと会談をしました。そして、 アメリカの副国防長官もこの間ですね、先週ですが、シャサのことを呼び出して、国防省に来てねんと、それで会談しました。まあ、大使はですね、中国の大使ですが、外交官なんですよ。政策を作る官僚ではありません。笑顔で外交活動する役割ではありますので。しかしですが、イエルンさんにしても、アメリカの副国防長官にしても、 この大使さんと会談しました。これはですね、動画でも話をしましたが、本来であればありえないですね。つまりですね、中国の大使と会談する価値があるよねと、効果はあるよねと思われていたんですね。なので、今後ですね、社さんは外務長官となるでしょうかと思います。これでわかるのはですね、アメリカは中国の外務省の内部の状況ですね、しっかりと 把握していいるとううふうに思いますしかしですね、これから王義という人間はどうなるでしょうか彼もチンピラ外交ですね、すごい好きですね。王義は党の外交のトップなんですよ。外交という施策を作っていく立場であって、彼はですね、外務長官の上司です。つまり、審査の上司ですね。なので、今後ですが、王義も ただでは済まないでしょうかと思います。習近平に嫌われると思います。やはり中国の外交はですね、もうダメですから、奥義もやはり責任はですね、逃げることはできません。なので、中国の外交というのは以上の問題です。そして、中国の政治体制についても話をしましたが、中国の官僚の内部についても話をしましたが、これがですね、中国の今の現状ではありますが、 しかし、習近平ですね、独裁者ですから、どんなことでもありるんですよ。彼が独裁者となって、部下はですね、どんなことをしても、実はいいんですよ。習近平にすかされていればいいんですよ。ただし、習近平に嫌われたら、一瞬で終わってしまいます。これがですね、独裁者の我がままとも言えます。しかし、習近平の視野ですね、やはり狭いですから、先のことを読めないんですよね。 なので習近平は何をやっても失敗で終わります。今回の欧州作戦も失敗です。いコラマコの大統領は習近平のことを支持しても実は失敗です。まだこれについて中国の外交について話をしたと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。